ちょうど今寝ようかなみたいな時間なので。猫キャットさん、花丸ありがとうございます。牛丼食べながら見てます。えー、いいな。私今日は夜ご飯食べてないです。なんか食べ損ねた、寝てたら。ということで夜ご飯なしの村上さんですけど、泣いちゃいます。もう今すごいすごいカップラーメンとか食べたいし、それこそ牛丼も食べたいです。体に悪いものを食べたい。体に悪いわけじゃないな、なんだろう、カロリーの高いものを食べたい。もうこんなの食べたら太っちゃうよって思いながら食べ物を摂取したい。本当にカロリーの高いものを食べた時が一番幸せ。毎日遊びに来るのが日課になってきたって嬉しい。ありがとうございます。おにぎり村長さん、ハートありがとうございます。猫キャットさん、小判ありがとうございます。体に悪いものほどうまいって人生って難しいよね。本当にそう、マジで体に悪いものほど美味しい。ただ体にいいものも別に美味しいんですよ。ただ背徳感が美味しいんだよね。深い、人生って深いわ。ニコラスさん、ハートありがとうございます。 BWAP 団長さん、花丸ありがとうございます。猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。今はアイス食べながら見てるよ。いいな。アイスはでも食べました、昨日食べたんかーいってね。何、みんなめっちゃ食べながら見てるんだけど、この時間にアメリカンドッグ食べながら見てるねえ、ずるい。もうみんなやばいよ。え、この時間にご飯食べたら目覚めない。まだ起きてるのかな。やば、飯テロじゃん、このショールーム。いいな、私の分も美味しいものをたくさん食べてくださいひのたんさん、ハート100個ありがとうございます。アイスなかったからアイスラテ飲んでる。あ、いいじゃないですか。私グレープフルーツジュース飲んでます。何の張り合い。うん、おいしい。うん、おいしかった。頑張ってください。27日のリセット公演見に行くよ。お、そっか、道楽出たんだっけ。ありがとうございます。お待ちしてます。なんだっけな、セット公演も出演ができるように頑張りたいと思います。でも今日ちょっと褒めてもらいました、嬉しい。なんか私ここになんかタコできたんだけど、ここここにタコできた。なんでだろう本当になんでだろう。これはビーバップ団長さん、だるまありがとうございました。ございましたありがとうございます。うん、すごい、みんな忘れてるやん、悲しい。野球したんじゃない。でも右が何もないで、なんだろう、めっちゃ気になる、めっちゃ気になる。ゲームのやりすぎ、最近忙しいからゲームなんか一回も開いてないです、マジで。うん、そもそもゲーム機も触ってないし、スマホもずっとあれしか見てない。以上の話がっつりバイト入ってた。うん、ぜひ見てください DMM で。伊藤ごまさん、ハート100個ありがとうございます。ピピピ。ニコラスさん、花丸ありがとうございます。トールさん、花丸ありがとうございます。佐藤久夫さんも花丸ありがとうございます。猫キャットさん、馬ありがとうございます。そうね、まあぜひ
見れないいけないよって方も DMM で見てください。まあでも多分私はそのフィーチャーされるわけじゃないと思うから、そんなめっちゃ映るわけじゃないと思いますけど、まあぜひね、5回はきっと映ります。その5回を探してください。オンラインですけど雑学にお話しました。お、オンラインお話し会ということかしら。ありがとうございます。オンラインでもねお話できて、なんか私オンラインのやつもすごい好きなんですよ。なんか皆さんがなんだろう、皆さんのショールーム配信みたいな感じがあるから、すごいねオンラインも楽しみだし、もちろん生で会えるのも楽しみなんで、両方楽しみにしてます。ありがとうございます。他の方もぜひ会いに来てください。お話ししましょう、たくさん話しましょう。トールさん尊い、ありがとうございます。リセットコインでユニットができるなら何がしたいかな。私は奇跡は間に合わないがすごく好きなので、奇跡は間に合わないがやりたいですね。もう5期生でよく、もし丸々公演を緊急性公演でやったらっていうのを考えるのがすっごい楽しかったんですよ。何回やっても私はそれはレジスタンスでしたね。理由は反抗してそう、ひどい。伊藤熊さん、だるまじゃないバラ、ありがとうございます。猫キャットさん、かわいい、ありがとうございます。そう、私はすごい本当に奇跡は間に合わないが大好きなんですよ。歌が本当に好きで、だからそれがいいですね、やるなら。そういえば横浜一部の服は決めたんだっけ。え、私は決めました。でもあの皆さんに言うことはないです、あの秘密って感じ。当日までのお楽しみだよっていう感じです。ぜひ楽しみにしててくださいませ。と、伊藤ごまさん、だるま100個、ありがとうございます。猫キャットさん、ファイト、ありがとうございます。そう、でもマジで絶対握手会とかじゃないと着ない服にしたので、まあ楽しみにって感じです。どうしよっかな SNS って感じで、また当日には載せないかな、載せるとして1週間後とかなって載せるかもしれないけど。なんだろうな、そうだから今からもう丸々がいいって言っても、もう私の心で決めちゃったのでまだ買ってないけど、ダメですよ言っても。もしかしたらね、私と気持ちが通じ合っちゃってたら同じ服かもしれないですけど、そんな感じです。他の日もね別に行ってないですね。福岡の一部だけ、シュガースターティーだけは行ったけど、それ以外の部も言わないし、同じ感じですね。簡単に言うと別になんか、なんだろう、ただいつもと違う服を着るだけで、いつもの握手会と同じ感じです。ワークワーク、恥ずかしいな。でも普通に考えてさ、そう、新しく買いますよ。マジで普段着ではないです。これは言っておこう。この服を着て私は街を歩けないなっていう服です。ミルンクラゲさん、欲しい、ありがとうございます。そう。なんか楽しみに。トニーカイさん、欲しい、ありがとうございます。そう。
キドキ。ドキドキ。猫キャットさん、かわいい。ありがとうございます。そう、でも、3部では着ないんで。そんな感じです。すみませんという感じ。一部でしか着ないから、だから遠くの方とかにちょっと申し訳ないですね。行きたいけど行けないよみたいな方には。あ、でも運もあるということで。一部限定、そう、一部限定なんですね。そうなんです。なのでぜひ皆さん気になる方は横浜の一部お待ちしております。一部はまだある。三部がもうないのかな。だから一部はまだあるので、今からでもなんと間に合ってしまうんですね。ぜひお待ちしております。目に焼き付けておいてください。逆にさ、全身が見れるらしいんです、新しいパターンだと。ちゃんと逆に良いかもですね。お腹すいた。焼き芋食べたいです。私すごい明日の14時まで、そう、明日の14時までなんて今この瞬間売ってます。なんとなんと今この瞬間も買うことができてしまうんです。わお、なんということかしら。お待ちしております。おります、おります、おりますって感じですかね。よいしょ。チャーシュー食べた。ちょっと目が悪くて申し訳ないけど、チャーシューもいいですね。でも私は焼き芋が食べたいですね。なんで焼き芋ってあんな美味しいんやろうな。ビーバップ団長さん、ハートありがとうございます。本当に焼き芋は大好きなんですよね。最高です。幸せ、一番幸せになれる食べ物。なんかさ、私これショールーム始める前に夢の中でショールームがなんか私が寝坊してギリギリ15分ショールームが配信できるかできないかみたいな、ギリギリで焦ってる夢見ました。そしたらなんか勝手に配信されてて、なんか私が一人で「ああ大丈夫かな大丈夫かな」とか言ってるのが世界中に配信されてるっていう、なかなかの悪夢を見ました。9日です。佐藤勲さん、かわいい。ありがとうございます。焼き芋美味しくて皮まで食べます。皮まではあんま食べないですね。でも皮に栄養があるって言うじゃないですか。なんかだから皮まで食べた方がいいと思うんですけど、なんか皮が歯に挟まるっていうか、なんていうの、口に残るのがちょっと嫌で、なんかあんま食べないですね。声がガサガサになってきた。だからね、あれですね、どれでしょうか。とりあえず焼き芋食べた。よし、めっちゃ髪の毛吸ったのに、なんかもう髪の毛の量めっちゃ多くなった。なんで髪の毛の量多すぎやろ。だってこんなに取ってもさ、まだ普通だよ別に。やばくない？毛の量どない？毛量やばい。私本当に焼き芋食べたいのと、焼肉食べたいのと、ラーメン食べたい。焼肉は
今日楽屋でみんなで食べたいねって話して、いつか行こうねって話した。そう、リハを頑張ったら食べようって話したんですけど、よく考えたらリセット公演はなかなか頑張らなければいけない服があるのでね、何とは言いませんけどちょっと頑張らないと。なので私は思ってしまったんですね。もしかして大食いをできる日はかなり遠いのではないかと。何ラーメンが好きですか？醤油と味噌と塩と豚骨でも魚介豚骨、豚骨醤油かな。ディズニーのチャイナボイジャーかなみたいな、ワールドバザールの途中をこうこすって回って左側に曲がって、あのスティッチとかのゾーンの別に右中間みたいな感じで、本当は一個の列なのの端っこに商店街みたいなのがあるんですけど、そこにあるあれですね、中華料理屋さんがありまして、そこに売ってるポークペッパー麺かな確かみたいな名前の、まあ、最近行ってなさすぎてもう名前が分かんないんですけど、そこのラーメンが世界で一番美味しくて本当に美味しいんですよ。もう私あれもう目を閉じれば味を思い出せるくらい好きで、本当は1日に3回くらい食べたいんですけど我慢して、あそこのやつが一番好きなんです。でも本当に混んでていつも、だから私はめっちゃ時間ずらして食べます。一番最後か夕飯前どっちかにされるんですけど、あそこいつかプライオリティシーティングを使えるようになってほしいなって思うくらいには美味しいんですよ。もう本当に最高。私は別に食べないんですけど担々麺とかもあります。美味しいです。お肉がめちゃめちゃ大きいんですよ。ポーク見たらポークペッパー麺かな多分は、もうこんなでっかいお肉乗ってるんです。チャーシューが私結構ちゃんと具材もめちゃめちゃいっぱい入っててもう本当に美味しいから、もう 3杯食べれる。1日5杯はちょっときついかな。そう、私ラーメン何でも好きです。孔明さん星ありがとうございます。プライオリティシーティングっていうのはなんか予約するって感じですね。替え玉あるのかな。頼んだことないんです。でも絶対食べる前はこんなんじゃお腹いっぱいならんみたいなこと思って、でなんかどうしようかな、担々麺もいけると思うんだよねみたいな感じで話すんですけど、食べ終わったら満足するんですよ絶対。そう、やっぱディズニー行って、ディズニーランドって言うとしたんだ、ディズニー行って途中でポテトを食べたりピザを食べたりチュロスを食べたりポップコーンを食べたり、こういろんなものを途中で食べるんですよ。こちょ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 こね。だから結構お腹がね常に2分目くらいまで溜まってる状態を私は維持してて、ディズニーでは絶対に空腹までいかない。なんでかっていうと、どこも混んでるので空腹まで行ったら本当にまずい、元気が出なくなっちゃうので、早く腹2分目までをこう切ったら何かを食べるっていう風にしてるんです私は。そう、ディズニーの日は何食べても OK なのでしてるので、結構ちゃんとね8分目で分でいいんですよ。だからラーメンも、だから空腹にラーメンで一杯だったらちょっと物足りなくないってなるかもしれないけど、ちょっとお腹に入ってる状態で食べるから足りるんですね。意外とねおすすめです。私はマジで好きっつかね、もうぶっちゃけ言うとラーメンだったら何でも好きまである、辛いやつも好きだしね。でもなんかね二郎系もやしがいっぱい乗ってるやつ食べたことがなくて人生で一回も、だから食べてみたいなと思ってて、そういうのって結構東京
に多い、確か関東のやつなのかもちょっと分かんないですけど、神奈川だったんで、あんまりねなんか有名、まあ福岡でも全然お店あるんですけど、東京のすごいそういう系といえばここみたいな感じのところで食べてみたいなって思っている所存です。吉田さんハートありがとうございます。ソさん星ありがとうございます。そうなんです、感じですかね。あとは私の大好きな蒙古タンメンを店舗で食べるのが夢なんですけど、東京にしかないのかな確か。だからまだ行ったことなくて、別にねそんな遠すぎるよってくらいって、実家から考えたらね普通にこう行けない距離じゃないんですけど、もちろん。ただ福岡になくて、そうぶっちゃけさ、もう隣の県のやつとか言うじゃないですか、関東ってめっちゃ電車あるんですよ。なんて言えばいいのか分かんない、なんだろう、県またぎの電車、例えば埼玉と東京、東京と千葉、東京と神奈川みたいな、そういうのはめちゃめちゃいっぱいありまして、だから全然ね隣の県っていうか、むしろ隣と隣まで余裕なんですよね。それこそディズニーも隣じゃないですか、隣じゃないですかとか言って分かんないか隣なんですけど普通に行けますし、横浜とかにもねみんなで遊びに行くくらい隣の県に対するハードルがめちゃめちゃ低いんですよ。なんかぶっちゃけ横移動は結構難しいけど縦移動は超楽なんで、東京確か全然ね横じゃなくて隣の県に行くのもいいなと思うんですけど、ただねさすがに福岡から東京に行くのはハードルが高いそうなんです。だからね行ったことなくて、蒙古タンメンを店舗で食べるのが私のちっちゃい夢です。そう福岡県大きいんですよね、結構関東は横長の県、横に平べったい県が多いので縦が楽なんじゃないかなと私の中で推測中です。そう電車の量がねめっちゃあるんですよ。福岡は結構バスが多いじゃないですか、で東京はバスも多いんですけど電車がもうとっちゃ多くて、だってさ1個の駅で3個、渋谷とかやばいですからね、もう何個も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 線通ってるし、大阪は縦が大変で横はすぐ行けるのよ。やっぱそれなんだね、こうどこどこで行きやすい方が違うみたいな、やっぱあるんだな。大阪のターサンさん、これゲームのクマかな、あれがクマです。そうだからねびっくりしましたね、おっきい。でもでもな牛タン食べたいな私、仙台行きたいですね。まあ、とりあえずラーメンはそんな感じ。ラーメンはねマジ私ラーメンと呼ばれるものだったら基本何でも好きです。強いて言うなら私はラーメンを食べると絶対もたれするくらいなんかねで胃が弱いんですよ、だから基本何食べても胃もたれするんですけど、当然のようにラーメンも胃もたれするんですね。でも正直私にとって胃もたれはもう満腹の合図くらいのレベルまで来ちゃったんで、まあ、別にいいんですけど胃もたれはしますね。で、思い出すとあそこに行きたいんだ、レンゲが立つラーメン屋さん、東海地方のどっかにあるらしいんですよ。ちょっと忘れちゃったの、静岡かな愛知かな、そこら辺、静岡か愛知のどっちかにあるらしい、レンゲが立つラーメン屋さん、スープがめっちゃ濃いらしくてレンゲが立つんだって、すごくない？食べてみたくてそこに行きたいです。でもやっぱり
そこら辺まで行くのがちょっとやばい、遠すぎですね。そう、テレビでやってて見たの、大岩手、大岩手っていうらしいです。そこめっちゃ行ってみたいんですよ。吉田さんハートありがとうございます。愛知県の安城市とこらしい、安城市かな、行きたい、愛知県か、行きたいんです。めっちゃ行きたくて。安城市ってどうやって行くん？わからない、名古屋の隣とかなのかな、ちょっとわかんないですけど。新幹線が止まるのが名古屋だよね、それともトヨタに止まるのかな、両方とも行けるのかな。めっちゃみんなすごいですね。名古屋から小玉、名鉄、ってことは新幹線乗り継ぎってことですか。やばいですね。なんか愛知県はなんか私のインスタグラムのおすすめにめちゃめちゃ出てくるんです、愛知県おすすめカフェみたいなやつが。でそれがすっごい全部、もうそれこそこう安城市とか、安城市だから名残あるんですけどなんでみたいなね、あのとか聞いたこともないしで、ちょっと失礼なんですけどごめんなさい、全然名古屋に住んだことがないから聞いたことない人とかが多くて、調べたらもうなんかそこから遠いみたいな、乗り換え3回しますみたいな感じで、もうオーマイガーって感じです。大阪と神戸は福岡と北九州より近いです。福岡と北九州県違いますよね、もうほぼ。私もその感覚はわかる、すごいな。でも大阪旅行行った時も結構ちょっと乗り換えが多かったですね。私がいたとこが変だったのかしら。あ、そうだ、豊橋だ。何豊田って。難しい。名古屋の次は三河安城、その次は豊橋。三河安城は安城の中心じゃないから。三河安城って何？JR 東刈谷線から徒歩10、あ、でも徒歩は安いですね。名古屋金山、金山大府刈谷安城、おお、でも5駅か。あ、新幹線の駅らしいです。すごい、みんなめっちゃ詳しいですね、愛知県に。行ってみたいな。でもじゃあ新幹線で行けるってことか、車社会なんですね愛知県は。なるほどね。みんな詳しいな。行ってみたいんです、そこに。すごくぶっちゃけなんかそこは今行きたいラーメン屋さんの中トップ3ですかね。そう、行きたいな愛知県。私行ったことあると思うんですけど記憶はないですね。でもそこまでめっちゃ愛知県いる。愛知県でかいですよね。わかる、わかるとか言ってちょっとわかんないけど、地図で見たらでかいなと思った。愛知県は昔読んだ本に出てきました。でなんだっけな、なんかすごいなんかとなんかがあって地図帳で調べたの覚えてる。舞台がどこなのかをなんか結構細かく書いてたんですよ、ここの海岸の動向みたいな感じで。だから学校のね地図帳を引っ張り出して地図帳で調べたんです。あ、ここかって、ここからここに向かって歩いてるんだみたいな感じのを調べて、もうすっごい楽しかったです。そうだからね、結構なんかカニさんの先っぽの方でした。カニさんの先っぽっていう表現はどうなのか分かんないけど、ハサミの方でしたね。でもなんか愛知県で食べ物がすごい美味しいイメージある。いいな、お腹減ってきためっちゃ。でも私歯磨きしたから偉い。
いいですね。美味しい食べ物って最高です。完全に名古屋の食べ物味が濃いです。そうなんだ。東京から在来線で6時間半で名古屋行けるんで近いです。6時間半を近いと捉えるかどうかは人それぞれだよ。あなたは結構すごいよ。たくましく生きていけるタイプだよ。そう、手羽先食べてみたいの。手羽先も名古屋で食べようと思って、まだ食べたことないんです。私食べてみたいな。手羽先ってどんな味なんだろう。なんかすごいね、食べるのが大変そうなイメージ。形が難しそう。あと味噌煮込みうどんってやつもう、なんか味噌煮込みうどんだっけ、味噌うどんみたいな、もう有名ですよね確か。だからその味噌うどんみたいな、そうかな、何となくやったかな。味噌煮込みうどん合ってる。味噌煮込みうどん食べてみたいんです。それは食べてみたいなって思ってたと、あとひつまぶし、確かあれですよね、愛知県ですよね。それを食べてみたいんです。愛知県は美味しそうな食べ物がもうめっちゃいっぱいあるから、私愛知県に行ったらご飯食べるだけで一日が終わっちゃいそう。味噌屋さん味噌の件なんですかね。そういうのがね楽しそうだなと思って。あれですね、そう、でもほうとうが好きなんですよ。ほうとう山梨県かな、確か覚えてないですけど、ほうとうも好きで、そこら辺ですよね。でもその東京の近くの山梨のほうとうもめっちゃ好きで、そう、なんか山梨に行ったら絶対ほうとうお土産でめっちゃ買って帰る。我が家みんなほうとう大好きなんですよ。私が一番好きなんですけどね。大阪のターさんさん、かわいい、ありがとうございます。そう、なんかなんもう本当にほうとうも大好きで、私麺、小麦粉好きなんですよ絶対。でも米も好きだな。食べ物なら全部好きかもしれん。そう、ほうとうがね大好きなんです。食べ物の話でお腹空いてきた。私もめっちゃお腹空いてきました。圧倒的に腹減り。原動料理好きなんですね。うん、なんかやっぱりさ、なんか旅行とかに行くことが多かったので、我が家旅行行ったら郷土料理食べるじゃないですか。そしたらなんかさ、こうあそこに行かないと食べられない、本場の味を食べるためにはあそこに行かないとっていう気持ちがものすごく食べたいなと思ってしまう。そう、美味しいですよね。食べたいです。いやー、郷土料理店、郷土料理フェアみたいなのをしてほしい気持ちもあるんですよ。いろんなところでいつかやってると思うんですけど、でもなんかそこで食べたら負けというか、やっぱそこは本番に行かないとみたいなところがある気がする。でもマジでご飯は何だって美味しいそれが結論です。今何時だ？38分。じゃあそろそろね。